昔持ってた、昔買った腕時計の話、プロトレックっていうね、多分カシオの腕時計だと思いますけども、プロトレックっていうねシリーズがあって、それをね私買ってたんですね。他にもいろんなもの買いましたけど、他にもいろんな腕時計買いましたけども、まあ、一時期プロトレック買ってつけてました、うん、でこのプロトレックのいいのはね、何かっていうとね、今もそのタイプがあるかどうかはわからないけども、コンパスがついてるんだね、コンパス。だから腕時計のね、この円形の部分をピッと押すとですね、パッパッパッって言って液晶で、こっちが北ですよとか、あるいはこっちが方角が何々ですよというのがすぐ出てくると。そのハイテクさに憧れてですね、買いました。他にも機能があってね、例えば高度計とか気圧計とかそういうのもついてたんじゃないかな。で、プロトレックの中でもですね、グレードがあって、いろんな機能が全部ついてるものとか、機能をちょっと外してあるけど安いやつとかね、いろんなのがあったんだけども、私はね安めのやつだったな。でも街で使うにはね全く支障がない。うん、高度計とかさ、気圧計とか、そのフルでついてなくてもいいんだよね、街で使う場合は。まあ、コンパスぐらいあれば、十分だと。うん、まあ、山登りとかね、趣味でやる人は、まあ、機能全部ついてた方が何かと便利だと思いますけども、まあ、とにかく、街で使う分にはね、全く問題がないというね。しかも、結構良さそうな、時計ですし、うん、それをずっとつけてましたね。お風呂に入る時もつけてましたよ、防水だからね。そしたらね、ベルトがねだんだんこう傷んでくるというかね、専門的には加水分解っていうらしいんだけども、ウレタンのベルトはですね、長く使ってると自然とこう劣化して、切れてしまうらしいんですね。うん、その現象が起きてベルトが切れちゃいました。で、ベルトの付け替えとかしようかなと思ってたんだけど、意外にねプロトレック汚れちゃって、風呂にも一緒に入ってるし、だからどうしようかなっていうことで、なんかうやむやになってまた新しい時計にした、そんな思い出があります。